ロケッツ山田監督を呼んでみます。監督こんにちは。こんにちは、ファンファンチュースデーの藤井寺です。NEC レッドロケッツの山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、週末は等々力アリーナでホーム2連戦がありました。はい、見事な勝利でしたね。おめでとうございます。どうもありがとうございます。たくさんの声援のおかげで2連勝することができました。まずはこの2連戦振り返るといかがでしたでしょうか。土曜日の岡山戦は、はい、1セット目落としたんですけれども、うん、そこからよく我慢して立て直して、勝利することができましたし、はい、で日曜日の東レ戦も2戦目の東レ戦も、苦しい場面あったんですけども、はい、そこをしのいでまた自分たちのペースで勝ち切ることができましたので、またこの2戦でホームの力を借りてですね、チームも上向きになってきたなっていうふうに思ってます。はい、この岡山シーガルス戦は開幕で悔しい負けをした相手だっただけに、そうですね、もう神がかってたんですよね。開幕戦の岡山シーガルスのレシーブが、そうですね、なかなか思うようにアタック得点をさせてもらえなくて、はい、難しい試合になってしまったんですけども、はい、今回は練習で準備してきたことが出せたかなと思います。本当に近江選手のブロックであったり、もう鳥越選手のもうもうミラクルレシーブとかが本当に冴えましたよね。はい、そうですね、それぞれの選手が持ち味出してくれて、全員が活躍して勝利できたと思います。はい、日曜日は東レアローズとの試合でしたが、私も観戦させていただきました。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、1セット目2セット目は割とこう安心して見てられたんですが、はい、3セット目からちょっと苦戦しましたね。そうですね、交代の選手が出てきて、なかなか対応できずに3セット目を落としてしまったんですけども、はいはい、4セット目はまた序盤は競ったんですけども、徐々にまたペースをこちらに戻すことができて、はいはい、なんとか勝つことができました。ちょうど第3セットで9対11、18対19とこう追いつけそうでなかなか追いつけないというところでタイムアウト取られてたと思うんですが、はいはい、その時に選手にかけていた言葉というのはどういう言葉でしたでしょうか。とにかくその我慢の時間帯をしっかりしのぐことですね、はい、落ち着いて、丁寧にプレーすることを心がけてました。もうだいぶチームとしてはやっぱり我慢強さというのが一戦一戦でついてきたという感じですかね。はい、そういうふうに思います。前は一レグの頃は崩れてしまうとそのまま修正できないで、っていうことがあったんですけども、はい、2レグに入ってからは悪いというか苦しい状況の時でもチームでこう助け合ってですね、そこをしのぐことができるようになってきたと、そういうふうに感じてます。でちょうどラジオネームちかさんからメッセージいただいてますので、紹介していきます。はい、山田監督こんにちは。V リーグホームゲーム2連勝、トータルで5連勝、おめでとうございます。監督から見たレッドロケッツの良さとは何ですか。スタメンを選ぶときどのように選んでいるのか教えていただきたいです、ということです。まず良さは、良さはチームワークの良さは本当に自信を持っている部分です。年齢層も幅広いんですけども、比較的若いチームなんですけど、みんな上下関係なくみんなでチームを作っていこうということで、はい、まとまりのいいチーム、っていうのが強みですね。まとまりの良い、バランスが取れてると、そうですね、いうところですかね。はい、はい、またスタメンを選ぶときはどのように選んでいるのか、これ難しい問題ですね。そうですね、本当に毎回悩みます、はい、みんな、いつでもスタートでいけるように準備してくれてるので、はい、調子のいい選手、調子の上がってる選手がこうコートに立っていくっていうのが一番近いかもしれません。はい、スタメンの発表というのは前日にされるんですか、それともその日の朝に。もう大体その準備の段階でスタートメンバーっていうのをこう準備を
も作ってるので、はい、まあ、なんとなくもうみんな分かってる感じにはなってます、試合の前には、はい、うん、もう監督が言葉を言う前にもうみんなが監督のなんとなく考えてることを理解してるという、はい、そうだと思いますところでしょうか、はいはい、あともう一つ、ラジオネームミミガーさん、5連勝おめでとうございます。日立に苦戦ですね。1月のホーム戦でのリベンジを期待します。こちらはいかがでしょうか。はい、1レグと2レグ、2戦やって2つとも落としているので、はい、で特に日立さんは早いコンビバレーボールをするので、高速バレーですよね、はい、うん、だからそういう早い攻撃に対してどういうふうに対応して勝つかっていうことを、まあ、今考えて準備して、まあ、3レグでもう一度当たるときにはまたリベンジしたいなというふうに思います。ちょうど次がホーム戦ですからね。そうですね、日立とタイミングで当たるのは、はい、そうですよね、はい、もうここはもう勝利を期待しているところだと思います。はい、全力で頑張ります。はい、ちなみに監督は験担ぎみたいなものはされるんですか。いや特にないんですけど、まあ、チームみんなで赤いこうゴムバンドを、はい、こう、まあ、私は手首につけてるんですけども、はい、選手たちはこう髪の毛をこう束ねるのに、なんていうんですかね、使ったりとか、はい、みんなで同じものをつけてこうっていうのはやってます。あ、そうですか、はい、監督が眼鏡を赤い縁にするとかそういうことは来年はないですか。考えてみますでもやっぱり赤って特別な色ですよね。そうですね、こう闘争心を表す色っていうふうにも言われてますし、まあ、好きな色ですね、はいはい、そうですね。そしてもう一つ、ラジオネームシーマさんからのメッセージで、年内のこのレギュラーシーズンの試合は一旦終了しましたが、はい、今度皇后杯が待ってますよね。そうですね、こちらの、意気込みを聞かせてください。そして決勝はクリスマス、赤ロケの優勝というクリスマスプレゼントを届けてくださいというメッセージです。はいはい、去年の皇后杯は決勝で敗れてしまったので、はい、でまあ、今年は何としても、優勝、まあ、それだけなんですけども、うん、それが目標なんですけども、まあ、とにかくレッドロケッツらしいバレーボールをして、まあ、ファンの皆様にクリスマスプレゼント優勝というプレゼントを届けられれば最高だと思います。はい、そして皇后杯が終わってまた年明け、レギュラーシーズンの続きがまたスタートしていきますが、はい、ここまで9勝4敗、はい、順位も3位につけてます、はい、最後、リスナーへのメッセージをお願いします。はい、ここまで今5連勝で、来れていて、はい、でチームの状態もすごく、上向きになってきてますの で、うん、でまずは皇后杯で、優勝を取って、はい、でまたリーグの後半戦にですね、この勢いを持っていってまた持ってきたいはい、再び日本一を取ろうと思います。はい、もう今年は本当に選手にスタジオに生出演をしていただきまして、はい、もう赤ロケファン含めリスナーの方も喜んでますので、ぜひ来年も引き続きよろしくお願いします。はい、はい、頑張りますのでまたご声援よろしくお願いいたします。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。前半は NEC レッドロケッツ山田昭則監督でした。ありがとうございました。それではお電話失礼します。はい、失礼します。それでは後半、地球ドリンクお楽しみに。聞こえた世界へつながる風を掴んで溢れる想い君へと届けよう。あの日見た夢。さあ後半はニュークレドニア館
観光局日本支局長小早川薫さんにお話を伺いします。さあ今日はニューカレドニアということですが、場所どこになりますか？ですね、日本からずっとこう南に下っていただいて、オーストラリアがあると思うんですけれども、オーストラリアの東側あるいは右側というと分かりやすいですかね。じゃあそのまま割と日本から南下したところに。そうなんです。はい、はいはい、もうねニューカレドニアというとこう天国に一番近い島っていうね、はい、もうそれですごく印象に残っているんですが、はい、今だいぶ日本人観光客も注目しているスポットのようですね。そうですね、直行便が日本から毎日出ておりますし、はい、飛行機に乗っている時間は8時間、だいたいハワイと同じぐらいなんですね。結構乗るんですね、はい、ただし時差は2時間だけなんです。日本時間にプラス2時間だけなので、心にも体にも優しいデスティネーションだと思います。確かにそうですよね。8時間乗って、まあ、時差が2時間だとその後の活動が本当に楽ですね。ですよね、はい、で到着時間がだいたい11時、夜の11時ぐらいなんですね、はい、なのでその晩はホテルの方に、チェックインしていただいてぐっすりと寝ていただいて、で次の日の朝はキラキラ輝く海を窓のところから眺めて起きるというような感じになります。いいニューカレドニアのこの宿泊施設というのは、はい、コテージ どういう形態が多いんでしょうか？ヌメアの場合には、まあ、ヌメアが一番大きな都市なんですけれども、はい、ヌメアの場合にはホテルが多いです。一軒だけ水上コテージのホテルがありますけれども、はい、基本的にですねヌメア の主産業って実はニッケル工業なんですね。なので長期滞在の方が多いので、ホテルにですねキッチンとか洗濯機とかがついている長期滞在用のお部屋というのがたくさんあります。はい、でもちろん5つ星のホテルもありますので、もう皆様の、予算とお好みに応じていろんなタイプのお部屋を選ぶことができます。あ、そうですか。はい、でちょうどこの地図を見ますと、はい、とても細長いんですね。そうですね、はい、細長いんですけれども実はすごく大きくて、うん、南から北の方まで車で移動するとなるとだいたい東京から大阪までの距離と考えてください。あ、そうですか、結構ありますね。はい、そうなんです。で面積で言いますとだいたい四国と同じぐらいの大きさになります。なんかよくねちょうどこうフランスパンのような。そうですね、フランスパン美味しいです。でまたフランスパンと言いつつフランス料なんですよね。はい、そうなんです。なので本当にフランスパンはどこに行っても美味しいですし、結構小脇に抱えてフランスパンを持って帰る人たちっていうのもよく目にします。はい、またフランス料理もとても美味しくていつも思うんですけど、なんか行くたびにちょっと太って帰ってきてくる気がします。私はもう小早川さんのお仕事が羨ましいです。ありがとうございます。出張などで最近も行かれたんですね。はい、はい、2週間前に、行ってました。それは、ヌメアでしょうか？ヌメアと、イルデパンという離島ですね、島にも行きましたし、うんうんうん、あとリフー島というバニラが有名な島なんですが、そちらの方にも行きました。あ、ちょうどですね、はい、リスナーからメッセージが来てまして、はい、ラジオネームアクアクエストフィッシングクラブさん、はい、Facebook の写真はイルデパンのクトビーチじゃないですか？そうです。あそこはですねイルデパンなんですけどカヌメラビーチと言います。カヌメラビーチ、はい、これですねラジオの放送前の、はい、ゲスト紹介と、はい、あとフェイスブックでとっても綺麗な海の写真を載せているのでそのことですよね。はい、そうですね、はい、でビーチを歩いていると現地に長年住んでいらっしゃる日本人の年配の女性に会いいろいろお話をしました。それ以来年越しダイビングでヌメアに滞在してます。今年は仕事の関係で長い休みが取れないので来年のお盆休みにニューカレドニアにダイビングに行きます。ありがとうございます。ダイビングもいろんなスポットがありまして、はい、ニューカレドニア固有の可愛いお魚を見れるスポットとか、うん、地形的な面白さを楽しむスポットとか、あるいはまあ、サメとか、はい、ウミガメとか、それからマンタ
特にニューカレドニアのマンタはブラックマンタって言いまして、お腹の部分も黒いんですね。こういう大物に合うスポットとかいろいろあるので、いろんな楽しみ方ができると思います。もうどうしましょう。まずはちょっと3つにまとめていきましょうか。はい、わかりました。じゃまず、1つ目の魅力としては、ヌメアに滞在される方がまず一番多いと思うんですけれども、はい、ぜひですね、朝市、フランス語でいうマルシェですね、こちらの方にお出かけいただきたいと思います。でこちらの方に行きますと、月曜日はお休みなんですが、はい、朝早くから、市場開いておりまして、地場産の野菜果物といったものから香辛料ですね。ニューカレドニアはピンクペッパーとか、ピンクペッパー、はい、粒がピンク色で、すごくこれからちょうどクリスマスの季節で、ペッパーシェーカーでこうふかけてあげるとすごい華やかなお料理に見えてくると思うんですけども、そんな胡椒ですね、ピンク色の胡椒なんかも有名です。可愛いなんて、はい、こう調子に乗って振りかけてるとちょっと大変な料理に大変ですね、はい、なるんですね、はい、そんなものもありますし、それから蜂蜜とか、北の方では塩田がありまして、ニューカレドニア産の塩なんかも有名です。あ、じゃあ結構この調味料になるようなものも、はい、そうですね、特産としてあるわけですね。あります。それから、魚市場もありまして、こちらでは、ニューカレドニアではとても有名な天使のエビですね。天使、はい、天使のエビといって甘みがすごく強くて、割と大ぶりなエビなんですけれども、こちらですとか、それからあとはお魚ですね、はい、カワハギに似たお魚なんですけども、結構サイズはもうちょっと大きい形のものとか、ロブスターとかもたくさんの地場のお腹空いてきた、はい、お魚が売られています。シーフードのやっぱり料理がとても、はい、そうですね、レストランでもシーフードレストランとても人気がありますし、先ほど言ったキッチン付きのタイプのお部屋でしたら、そういうところでちょっと買って、お部屋で白ワインと一緒にお魚をとかエビをちょっとこうお料理して、はい、バルコニーで海を見ながら召し上がるっていうのもとてもおすすめです。じゃあまずは朝一を、そうですね、現地で美味しいシーフード、はい、まあ、果物とかもね、はい、含めて楽しむと。そうですね、特に今この時期って野生のライチの季節で、はい、ライチとっても美味しいんです。あ、そうですか、はい、でライチリキュールとかライチのシャーベットとか、もうこの季節でしか食べれないものなんですけれども、はい、いいですね、波打ち際で、はい、そういったものを食べながら。そうですね。そして2つ目は、はい、サンゴ礁ですね。バリアリーフは世界で2番目なんですが、はい、大きさとしては、リーフに囲まれたラグーンの面積としては世界最大です。もうこのラグーンっていう言葉だけでこう心が持ってかれるんですけど、はい、世界一、はい、そうです、世界一です。で本当に青い色ってこんなにいろんな種類があるのかっていうぐらい、本当にいろんなグラデーションの青を楽しむことができるので、ぜひもう海にはこの季節は行っていただきたいですね。今まさに夏ですから。あ、今そっか、南半球なので逆なんですね、はい、でこれまでもこの地球ドリンクではいろんな国に出ていただいて、はい、やはりリゾート地をご紹介いただくんですけど、はい、このニューカレドニアの他のリゾート地にはないこう良さ強みっていうのは。そうですね、やっぱりこう手つかずのビーチというか自然というか、うんうんうん、作り込まれてないところがすごくニューカレドニアの、はい、ビーチの良さだと思います。こう観光客で行った方が素に戻れるというか、ありのままの自分で いられるというか、おしゃれしたい人はすればいいですし、したくない人はもうそのままで。なんとなくフランス領になるので、はいはい、いらっしゃる方のこうファッションとかも皆さんおしゃれさんなのかなっていう。そうです、まあ、おしゃれにしている人もいますし、はい、そうでない方もいますし、うん、もう皆さんそれぞれですね。はい、もう気を使わず本当に
手つかずの自然、私も実はちょっと恥ずかしいんですけど、仕事で視察に行った時に、はい、まあ、ちょっと仕事で疲れてたっていうのもあるんですが、はい、無人島にはい、ビーチチェアがありまして、そこにちょっと横になったら寝てしまいまして、もう木漏れ日とさざ波の音と、はい、こう鳥のさえずりと、はい、そよ風で、はい、もう本当にスッとこう睡魔に襲われ、結構1時間ぐらい寝てしまいまして、はい、仕事中に寝てしまうって一体どういうことなんだろうってすごい自分にショックを受けたことがありまして、同僚は一生懸命水中カメラで仕事をしてたんですけど、はい、まあ、そんなこともあったり、はい、でそれが1回だけじゃなくて、また別の無人島に行った時に、フランス人8人と同僚と私の日本人2名10名だったんですけど、はい、で皆さんもう泳ぎに行ったりシュノーケリングに行ったりで、同僚はまた水中カメラで仕事をしてまして、はい、私一人ポツンと白い砂浜のビーチに取り残されまして、はい、どうしようかなと思ってこう足跡つけたり、まあ、よくやる感じでこう写真をね、撮ったりして、でこう歩いていたらハンモックがあったんです、あ、ハンモックだと思って入っちゃいましたら、また寝ちゃいまして同僚に怒られましたいや、お話聞いてると、はい、仕事に行くには無理だなって、私はもう、はい、もう 100% 仕事にならないと思います、はい、行ったらもう仕事をするのは観光局だけでいいと思いますので、ぜひですね、皆さんは本当にのんびりしたりリラックスしたり、もう本当パワースポットもありますので、本当にバカンスを楽しむために行っていただきたいと思います。でもこのハンモックとかで、例えばこう、はい、女性が寝ていたりとかすると、はいはい、治安的にはいかがですか？問題ないんですよね。皆さんこう海に貴重品持って泳ぎに行くわけではないので、はい、皆さん置きっぱなしなんです、はい、なので、まあ、もちろんヌメアは、はい、ニューカレドニアでも一番大きな都市なので、うん、やはりちょっと置きっぱなしっていうのはどうかなとは思いますけども、はい、他のこう無人島によくシュノーケリングとかランチ付きのボートトリップとかがあるんですけども、まあ、そういう時はもう全く問題ないですね。でやはり全体的にですけども非常に安全なデスティネーションなので、はい、まあ、そのバロメーターとしてですね、やはり女性の一人旅がここのところ増えてるなと思います。あ、そうですか、はい、やっぱり危険なところだとやっぱり女性は一人では行かないと思うので。そうですよね。そういう意味では、うん、すごくありがたいなというか、ニューカレドニアをね楽しんでいただければと思います。あ、そうですか。じゃあ、はい、まあ本当に安全でこう女性が一人でも行けるような場所で、はいはい、で3つ目は何になりますか？あ、3つ目はですね、はい、イルデパンという離島がありまして、はい、そちらにピッシングナチュレルという、まあ、私たち天然のプールと言っているんですけども、はい、サンゴ礁がこう隆起して自然のこうプールみたいになっている場所があるんですね、はい、でそこにはもちろんサンゴもたくさんありますし、色とりどりの大小さまざまな魚が泳いでいるんですけれども、はい、そこにシュノーケリングに行くとですね、水族館の水槽の中をシュノーケリングしているかのような感じで本当に楽しめます。あ、じゃあ魚影が濃いんですね。そうですね、はい、結構深いところもありますし、はい、浅いところもありますし、本当に小さいお子様から年配の方まで いつも行くと楽しんで遊んでられます ね。 ね、今日はちょっとこう短い時間の中で、はい、まあ、主にこうやっぱりこの綺麗な海を楽しむとか、はい、あとは朝市を楽しむというところをご紹介しましたが、はい、結構山の魅力もね、はい、またありますので、はいはい、そうですね、次回パート2としてぜひご紹介をしていきたいと思います、はい、ありがとうございます。そしてなんと今回ニューカレドニア観光局よりスペシャルプレゼントがあるんですよね。はい、はい、先ほどお話にもありました世界一美味しいと評されるニューカレドニアさんの天使のエビ、はい、こちらをリスナーの方抽選に5名様に差し上げるということですので、はい、応募方法はまた番組公式サイト、Facebook を
ご覧いただきたいと思います、はい、いや食べてみたいですね。あもうぜひ甘みが本当に強くて美味しいエビなので、はい、あの楽しんでいただけると思います。ゲストはニューカレドニア観光局日本支局長小早川香織さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは今日も元気いっぱい素敵な午後になりますように。お相手はフジフジでした。ファンファンチュースデーは第三設計連合、青木ホールディングス、ユースキン製薬、KST、アース製薬、文明堂東京、大塚製薬の提供でお送りしました。そして富士通フロンティアーズ優勝おめでとう。また来週、バイバイ。